セビージャ FC はアンダルシア州セビリア県セビリアに本拠地を置くスペインのサッカークラブである。セビリア FC とも表記される。2021から22シーズンはプリメーラディビションに所属している。1890年10月14日に設立された。リーガーエスパニョーラで優勝一度、コパデルレイで優勝5度、スーペルコパデエスパーニャで優勝一度、 UEFA ヨーロッパリーグで優勝6度を数える。セビージャ FC のサポーターはセビジスタと呼ばれ、富裕層を中心にファンが多いとされる。同じセビリアを本拠地とし、労働者階級に強い支持基盤を持つレアルベティストの対戦はセビリアダービーと呼ばれ、スペインで最も熱いダービーと言われている。1890年、セビージャ市の統治者は、 セビージャ FC の設立を発表し、初代会長には、ディー・ホセルイスがジェンゴスが就任した。1908年には、レクレア・ティーボ・ボエルバとの間でスペイン初の公式戦が行われた。1914年には、コパでセビージャで優勝した。1935年のコパデルレイでは、決勝で CE、サバデルを3からレイで破って優勝した。 スペイン内戦後の1938-39シーズンには決勝でラシンフェロルを6から2で破って2度目のコパデルレー制覇を果たした。スペイン内戦後初のリーグ戦となった1939から40シーズンにはかなりリーグ優勝に近づき FC バルセロナに11-1でバレンシア CF に10-3でエルクレス CF に8から3で勝利するなど驚くべき。 勝利をいくつも挙げたが、エルクレス CF とのシーズン最終戦は3から3の引き分けに終わり、アトレティコアビアシオンに優勝をさらわれた。1942から43シーズンには再びリーグ2位となり、1943から44シーズンには3位となった。1945から46シーズンには初のプリメーラディビシオン優勝を果たした。 1947から48シーズンのコパデルレー決勝ではセルタデビーゴを4から1で破って3度目の優勝を遂げた。1958年にはエスタディオラモンサンチェスピスファンが完成し、レアルハエン戦で幕を開けた。1960年代はプリメーラディビジオン中に低迷し、1968から69シーズン終了後には、 セグンダ・ディビシオンに降格したが、1年でプリメーラ・ディビシオン復帰を果たした。1970年代初頭には再びセグンダ・ディビシオンに降格した。1990年代にはプリメーラ・ディビシオン中尉に、格好たるポジションを築いたが、1997から98シーズンにセグンダ・ディビシオン降格となった。再び昇格したものの、1999から2000。 シーズンはわずか勝ち点28しか上げられず、最下位でセグンダ・ディビシオン降格となった。2000年夏に就任したホワキン・カパロス監督の下、二2000から01シーズンにはセグンダ・ディビシオンで優勝した。2002年に就任した弁護士出身のホセ・マリア・デル・ニド新会長は、クラブの財政を整理し、強化担当のモンチスポーツディレクターのラツワンもあって、 強豪クラブへの道を歩み出すことになった。移籍金が安いが、実力のある良質な選手をスカウトし、自らの下部組織で育成した将来有望な若手選手と組み合わせることによって、ビッグクラブほど資金をかけずにビッグクラブに対抗できる強力なチームを作り上げることに成功。2004年1月には、クラブハイ抜きのスター選手である MF。 ホセアントニオレジェスをアーセナル FC に売却して遺跡金1050万ポンドを得て、2005年夏にはやはり生え抜きのセルヒオラモスをレアルマドリードに売却して遺跡金2700万ユーロを得た。2003から04シーズンは20年以上ぶりにコパデルレイで準決勝に進出しただけでなく、リーグ戦では6位となって UEFA カップ出場権を獲得した。 2004から05シーズンも6位となって UEFA カップ出場権を維持した。2005から06シーズン2005年夏にはカパロス監督が退任してファンデラモス監督が就任しバレンシア CF から d k アンドレスパロップを AFC アヤックスから DF ジュリアンエスキュデを FC バルセロナから FW ハビエルサビオラを FC ポルトから FW ルイスファビアーノを トッテナムホットスパー FC から FW、フレデリック・カヌートを獲得するなど大量補強を行った。UEFA カップでは1回戦、グループリーグと順調に勝ち上がり、ラウンド32では、ロシアの FC ロコモティフ・モスクワを倒して、ラウンド16に進出した。ラスック・リール・メトロポールと対戦した、ラウンド16では、 ファーストレグを0から1で落としたが、クラブの欧州カップ戦50試合目となった、セカンドレグは2から0で勝利し、準々決勝に進出した。準々決勝では、ロシアの FC ゼニとサンクトペテルブルクと対戦し、2試合合計、5から2で勝ち抜けた。準決勝のシャルケレイ4戦は2試合180分を終えて0から0であったが、延長戦で、DF、アントニオプエルタが、 決勝点を決めた。この得点はファンの間で生き返った得点と呼ばれ、セビージャ FC は欧州カップ戦で初めて決勝に進出した。アイントホーフェンで行われた決勝では、イングランドのミドルズブラ FC を4-0で下し、58年ぶりにタイトルを獲得するとともに、アンダルシアのクラブで初めて欧州カップ戦を制した。4点差は、 歴代の UEFA カップ決勝で最大の得点差だった。エルファビアーノが1得点、MF エンツオマレスカが2得点、カヌーテが1得点を決めた。特にホームでは無類の強さを誇り、2006年12月14日にエジアルクマールに敗れるまで、欧州カップ戦では27戦無敗を続けた。2005から06シーズンはリーグ戦で5位となり、再び、 UEFA カップ1回戦の出場権を獲得した。2006から07シーズン UEFA カップ優勝で UEFA スーパーカップの出場権を得て2006年8月には UEFA チャンピオンズリーグ王者の FC バルセロナと対戦した。スタッドルイズで行われた試合は MF レナトが序盤に先制し後半には カヌーテとマレスカが追加点を決めて3から0で解消した。2006から07シーズンの UEFA カップでは1回戦でギリシャのアトルミトス FC を倒し、グループリーグでは5クラブ中2くらいで決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントではルーマニアの FC ステアウアブカレスとウクライナの FC シャフタールドネツク、イングランドのトッテナムホットスパー FC、 スペインの CA をさすナを下し、2シーズン連続で決勝に進出した。FC シャフタールドネツク戦は絶対絶命であったが、セカンドレグの試合終了間際に、ゴールキーパーのパロップがヘディングシュートを決め、2試合合計で5から4と上回って勝ち抜けを決めている。グラスゴーで行われた決勝では、スペインの RCD スパニオールと対戦し、PK 戦の末に勝利して、 大会2連覇を果たした。2連覇を果たしたのはレアルマドリード以来にクラブ目であった。同シーズンのコパデルレイでも決勝に進出し、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた決勝のヘタフェシー F 戦ではカヌーテが決勝点を決めて4度目のタイトルを獲得した。リーグ戦ではレアルマドリードや FC バルセロナと最終節まで優勝争いを繰り広げ、最終的には三位に終わったものの、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2007から08シーズン2007年8月、スーペルコパデースパーニャで、リーグ王者のレアルマドリードに勝利した。ホームでのファーストレグは、エルファビアーノの得点を守り切って1から0で勝利し、アウェーでのセカンドレグでは、レナトの2得点、カヌーテの3得点で5から3とランダー戦を制した。2試合合計6から3で勝利し、 2005から06、シーズン以来5個目のタイトルを獲得した。8月25日、リーグ開幕戦のヘタフェ CF 戦の試合中に、プエルタが意識を失って倒れた。DF イビツァドラグティノビッチやパロップ、メディカルスタッフが駆け寄り、プエルタが舌を詰まらせないようにすると、彼は息を吹き返して、途中交代した。しかしその後、控室で再び倒れて病院に運ばれたが、 3日後の28日に帰らの人となるという悲しい出来事があった。8月31日の UEFA スーパーカップでは、セビージャ FC、A、AC ミランの選手すべてがプエルタの顔をデザインしたシャツを着て、プエルタの死を忍んだ。この試合は、AC ミランが3から1で勝利したが、悲しみに耐えるセビージャ FC を尊重して、AC ミランの選手たちは、ゴール後も歓声を上げず、 AC ミランの勝利は、プエルタに捧げられた。セビージャイフ C は、プエルタの背番号16を永久欠番にする予定だったが、スペインサッカー連盟の規則で1から25までの背番号は、登録選手に割り当てなければならなかったことから、プエルタの親友であったダビドプリエトが、背番号16を受け継いだ。2007から08シーズンのすべてのリーグ戦で、 試合前に1分間の黙祷を捧げ、すべてのホーム戦では、背番号と同じ16分に拍手が捧げられた。2009から10シーズンにより、ディエゴ・カッペルが背番号16を受け継ぎ、2011から12シーズンは、ホセ・カンパーニャがつけている。10月26日には、ファンデラモス監督が突然辞任し、3600万ユーロという高額の報酬で、 イングランドのトッテナムホットスパー FC に引き抜かれた。フィットネスコーチのマルコス・アルバレスも辞任し、リザーブチームのセビージャ・アトレティコを率いていたマヌエル・ヒメネスがトップチームの監督に就任した。2009から10シーズン2009から10シーズンのコパデル・レイではラウンド16で FC、バルセロナ、準々決勝でデポルティーボラ・コルーニャ、 準決勝でヘタフェ CF を破って決勝に進出した。アトレティコ・マドリードとの対戦となった決勝は、MF ・ディエゴ・カペルと MF ・ヘッス・ナバスの得点で2から、0で勝利し、3シーズンぶり5度目の優勝を飾った。ジョゼップ・グアルディオラ監督率いる FC ・バルセロナは2008の09シーズンに、コパデル・レイ、リーガ・エスパニョーラ、UEFA チャンピオンズリーグの3冠を達成し、 2009から10シーズンには、スーペルコパデ・エスパーニャ、フィファクラブワールドカップの2冠を達成しており、クアルディオラ就任後初めてタイトルを獲得できなかったのが、セビージャ FC に敗れたコパデルレイであった。2010から11シーズン2010年8月には、スーペルコパデ・エスパーニャで、FC バルセロナと対戦した。ファーストレグは三から一で勝利したが、セカンドレグは零から四で敗れ、 二度目のスーペルコッパ、制覇はならなかった。2013から14シーズン2013年夏には、ステファーヌ・エムビアや、マルコ・マリンなどを、レンタルで獲得した。UEFA ヨーロッパリーグでは、予選3回戦から決勝まで勝ち上がった。その決勝では、SL ベンフィカを PK 戦で破り、7年ぶりの欧州タイトルを獲得した。 2014から15シーズン FC バルセロナへと移籍したイヴァン・ラキティッチの後釜としてクジェゴシ・クリホビ役を獲得したのを皮切りに他にもエベルバネがアレイクス・ビダル、ジェラール・デウロ・フェウ、デニス・アレスラを獲得した UEFA ヨーロッパリーグでは2年連続の欧州タイトルを獲得した2015から16シーズン AC ミランにエースであるカルロス・バッカをバルセロナに アレークス・ビダルを引き抜かれた。しかし、遺跡市場では、積極的に動きありる、ラミア・チーロ・イン・モービレ、フェルナンド・ジョレンテ、イエウヘン・コノプレアンカといった実力者を獲得した。リーグ戦では、アウェーゲームで一つも勝てないという記録を作ったが、UEFA ヨーロッパリーグでは、3年連続の欧州タイトルを獲得した。シーズン終了後、ウナイ・エメリ監督が退任。後任は、 ホルヘ・サンパオリ。2016から17シーズン、ルシアーノ、ビエット、サルバトーレシリング、元祖、キヨシ・タケヒロ・ツム、ホワキン・コレア、ウィサム・ベン・イエデル、フランコ・バスケスを補強。また、移籍期間最終日に、サミル・ナスリの補強に成功した。リーグ戦は、レアル・マドリードと FC ・バルセロナ、アトレティコ・マドリードと、上位争いを繰り広げた。欧州チャンピオンズリーグでは、 決勝トーナメントに進出するも、1回戦で、レスターシティに2戦、合計2から3で敗れた。2017から18シーズン夏の遺跡市場では、エベル・バネが、セバスティアン・コルシア、ルイス・ムギエルを獲得した一方、ビトロ・アトレティコ・マドリードに、ビセンテ・イボーラを、レスターシティに、アディル・ラミを、オリンピック・マルセイユに、マリアーノを、ガラタ・サライ・ SK に売却した。 2018から19シーズン夏の遺跡史上で、トマーシュ・バツリークやイブラヒム・アマドゥ、マキシム・ゴナロンらを獲得。シーズン前半戦は、パブロ・マジン監督が好む3から5から2による攻撃的なサッカーが機能し、11月の終わりには、首位に輝くなど良好なシーズンを送っていたが、アンカーを務めていたエベル・バネガの疲労と共に、チームも失速し始め、 年明けの2月には4試合未勝利といった状態に陥った。3月初めのレアルソシエダ戦後にマチンを解任し、後任にホワキン・カパロスを据えた。カパロス就任以降は、守備的な振る舞いに切り替えたが、得点源だったウィサム・ベン・イエデルの不調もあって、復調の兆しは見られず、シーズン6位という最低限の結果に終わった。また、3月には SD のモンチが復帰した。 クラブは株式を保持するサポーターに所有されている。スペインでも屈指の充実した株組織を要することで知られ、2000年代だけでも、ホセ・アントニオ・レジェス、セルフィオ・ラモス、ヘス・スナバス、アントニオ・プエルタ、ディエゴ・カペルなどのスペイン代表選手を輩出した。スペインのサッカークラブで初めて、セビージャ FC ラジオという自前のラジオ局を開設しており、 さらに SFCTV という自前のテレビチャンネルも持っている。敏腕 SD であるモンチを中心に低コストで選手を獲得し、ビッグクラブに高額な遺跡金で売却することで収益を得るという手法を用いてきた。代表的なケースにカルロス・バッカ、クジェゴシ・クリホビアク、ジョフレコンドフビア、ケビン・ガメロ、フェデリコ・ファシオ、アルバロ・ネグレド、ビセンテ・イボーラ、ビトーロなどがある。 中でも FC バルセロナは最も多くの選手を売却してきた、いわゆるお得意様として有名であり、過去にダニエウ・アウベス、アドリアーノ・コレア、セール、ケータ、イヴァン・ラキティッチ、アレイクス・ビダルを売却している。下部組織も優秀でビッグクラブに移籍した例として、セルフィオ・ラモス、ホセ・アントニオ・レジェス、ヘッス・ナバス、アルベルト・モレノがある。 エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピス・フアン・セビージャ FC のホームスタジアムはかつての会長であるラモン・サンチェス・ピス・フアンから名付けられている。セビージャ市の東部にあるネルビオン地区に位置しており45,500人を収容する。1958年9月7日にレアル・ハエンとの間で初試合が行われた。スペインで開催された1982フィファワールドカップでは グループリーグのブラジル対ソビエト連邦戦、準決勝の西ドイツ対フランス戦の2試合が行われた。1986年には UEFA チャンピオンズカップ決勝の FC、ステアウアブカレスト対 FC、バルセロナ戦が行われた。1974年の7万人を最高として何回か収容人数の削減が行われているが、 1990年代の全席固定席化完了によって、現在は45,500人収容のスタジアムとなっている。伝統的にホームでは赤い縞模様を袖に入れた白いシャツと黒いソックスを着用し、アウェーでは白い縞模様を袖に入れた赤いシャツを着用する。現在のユニフォームはナイキよって製造されている。スタジアムの北側にジンドルビリスと呼ばれる。 サポーター集団がある。アルハジ・モルモド・ニジェの名前に由来しており、ビリビリという愛称がある。アルハジは、激しさと、気まぐれさが、特徴のガンビア出身の選手で、黒人にもかかわらずセビージャ FC のサポーターに、とても人気があった。彼らは、スペイン最古のサポーター集団でもある。しかし2012年7月、デルニド会長は、ビリスのサンチェスピスファンからの追放を決定した。 近年相次いでいた乱闘や暴力行為に対する処分とみられ、現在はチケット購入やスタジアム入場の際に多くの規制を設けている。これに対しビリスは今回の決定とデルニと会長を批判。2012から13シーズンの開幕戦ではスタジアムの外から応援することでクラブへの抗議を示した。リザーブチームとしてセビージャートレキコがあり、 2011から12シーズンはセグンダ・ディビシオン B に所属している。プエルトリコにはセビージャ FC という同盟のクラブが本体の参加に置かれている。1909年、セビージャ FC の首脳陣の中で意見対立が起こり、それが元で1914年にレアルベティスが設立された。1915年10月8日、初のセビージャダービーが開催され、 セビージャ FC が4-3で勝利した。1916年にはコパアンダルシアの第1回大会で再び顔を合わせ、やはりセビージャ FC が勝利している。セビージャ FC はセビージャ市の東にあるエスタディオラモンサンチェスピスフアンに本拠地を置き、レアルベティスはセビージャ市の南にあるエスタディオベニートビジャマリンに本拠地を置いている。 両者のライバル意識はセビージャ氏を二分しており、スペインで最も過激で最も重要なダービーの一つであるとみなされている。過去のダービーでは様々な事件が起こっている。2002年10月6日にエスタディオ・ラモン・サンチェス・ピス・フアンで行われたダービーでは警備員と口論となったセビージャ FC のサポーターが他のサポーターに借りた松バズエで警備員に殴りかかった。 さらにセビージャ FC のサポーターがベティスのゴールキーパーのトニプラッツを襲撃しようとしたために試合は中断された。2007年2月28日にエスタディオマヌエル・ルイス・デロペーラで行われたコパデル・レイ・ジュン・ジュン決勝はベティスのサポーターがふさわしくない振る舞いをしたとして中断延期された。六十分にベティスのサポーターがセビージャ FC のファンデラモス監督に中身の入った ペットボトルを投げつけ、それが直撃して、ファンデラモス監督は倒れた。監督はすぐに、救急車で病院に運ばれて、一晩入院したが、大事には至らずに済んだ。恥じるべき、サポーターの行いに対する承知として、スペインサッカー協会はベティスに対して、ホーム戦3試合を本拠地以外で行うように命じた。セビージア FC は、自動的に勝ち抜けとなり、 マドリードで行われた決勝でヘタフェ CF を1から0で下して優勝した。2008から09シーズン、ベティスは13年ぶりにアウェーでセビージャ FC を下したが、そのシーズンのセビージャ FC はリーグ戦で3位に躍進して UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、ベティスは18位でセグンダディビション広格となったが、2011から12シーズンに ベティスは一部に復帰している。リーガーエスパニョーラが初開催される前に、アンダルシア州選手権で17度優勝し、セビージャ州選手権で2度優勝している。ウヌ13ナバス16組んで12カルロス20、アクーニャ19フェルナンド25ジョルダン8パプ24スソナナオカンポスエンネシリ1 9中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、 その他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。イン中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。アウト中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。